おはようございます、トーマスです。ということで、今僕ね、増量期に入って、バルクアップ期間に入ったんですけど、そんなね、なんか、ちょっとね、風邪をひいてしまいました。風邪ひいたって言ってもそんな大したことないんですけど、ちょっと喉が痛いぐらいなんで、前までね、東京に行ってて、で、帰ってきて、ちょっと多分疲労が溜まってね、安心しきったんやろうな、減量とかも終わって、そういうのが積み重なって、体調崩したんですけど、そんな中、栄養を取りまくらないといけないんで、ちょっと今日は栄養をいっぱい取ろうというね、そんな感じの気にしたいと思います。熱とかはね、全然ないんで、筋トレももちろん行きますし、でかくなるための一日に今日もしていきたいと思います。という感じで、まず早速朝飯がね、今日は、タラと卵と白米と納豆でいただきたいと思います。いただきます。結構ね、東京ではね、ジャンクなものばっか食ってて、もうね、すでに5キロぐらい増えてるんですけど、ちょっと朝はあっさり行こうっていう気分になったので、はい。美味しい。ということで、スタバに行きました。これ新作のチョコレートなんちゃら、いただきます。おぉ、うまスイートポテトのシフォンケーキ。あう。うん、中になんか抹茶ソースみたいなの入っとる。さあ行くぞ。はい、ということで焼肉来ました。やっぱりね、スタミナつけると言ったら焼肉で、減量明け初めての焼肉なんで、めっちゃ食うぞ。筋肉つけるためには肉をいっぱい取らなか、取れ前から焼肉食えるなんて最高だよ。縛られない生活っていいな。ああ、それをね、つくづく実感し始めとるわ。ようやくね、実感し始めてきた。俺本当に減量終わったんだ。さっきもスタバでいろんな美味しいもの食って、チョコのやつとか飲んで、最高なんすよ。いろいろ肉が勢ぞろいしてきたぞ。まずはタンでしょう、やっぱり最高すぎるだろ。この待ってる時間がいいよな。何でもそうじゃん。なんか物買う時もさ、選んでる時間が一番楽しいじゃん。ユッケが一番うまいから言うて、うん、まい。ガバッと救ったところ、ワンマンさせた。体調悪いのもどっか吹っ飛んできましたね。やっぱり人間はね、食べたものでできてるから、美味しいもの、栄養のあるもの食ったら活力湧いてくるな。やっぱ食わなきゃダメ。米2杯目来ました。余裕ですね。このハラミを、これですよ。うんまっ。うわ、うまい。ちょんとつけて。うん、うまっ。うまっ。甘い。はい、ということでね、家に帰ってきて、今からね、トレーニング向かうんですけど、その前にちょっとプロテインが、新作が届いてた。ネイチャー缶の新味なんで、これめっちゃ楽しみだったんや。こちらです。安納芋、これ絶対うまいっしょ。俺さ、芋めっちゃ好きなんよ。でもこれ期間限定だから楽しみ。ちょっとこれをトレーニング前の1時間前なんで、今飲んでどんな感じなのか。これはいいぞ。これをキンキンに冷えたこの水の中に、匂いが、うん、ちょい芋やな。プロテインで安納芋って俺初めて飲むわ。お菓子系なのかおかず系でいけるのか、非常に楽しみであります。いやー、こんぐらいかな。入れちゃっちゃってでね、この安納芋も今月のね、10日に発売したばっかり でなおかつプロテインは今月の13日から16日までセールやってるんで、絶対これおすすめだし、他のプロテインもね、美味しい抹茶とかなんかいろんなフレーバーあるんで。ネイチャーカン何がいいってね、脂質とか糖質をね、余分な分だけカットしてくれてるから、だから俺は好きなんですよ。味はもちろんうまいんですけどね。このプロテインはね、 WPC なんですけど、 WPI に比べてお求めやすい価格なんで、それもいいとこっすよね。で、1食分 21g 取れるの、最強なんですよ。で、僕のダーマスコード入れたらさらに 10% オフなんで、ぜひ概要欄にね、貼ってるんで。果たして味はどうなのか。味がね、一番大事なんで。安納芋、
おお、うまっ。程よい芋だな。結構ね、濃厚なのかなと思ったらそうでもなく、いい感じの塩梅のあっさり具合、グビグビ飲めるタイプの感じです。これはいいわ。これ期間限定でちょっといつまでかはね、ちょっと僕わかんないんですけど、うん、結構このセール中に買うのはありかもしれない。プロテインの他にもね、いろんな商品また出てるんでチェックしてみてください。型取りをね、していきたいと思います。レッツゴー。栄養めちゃくちゃ取ってるとはいえね、その分力も出るんで、よりハードに筋肉に刺激がいくからマジきつい。でも最高に楽しい。これぞ筋トレよ。というわけで今日もね、いいトレーニングできましたね。増量期でね、一番今楽しい時期、飯もいっぱい食えて、なおかつトレーニングもね、いっぱいできる。こんな幸せなことないね。いや本当になんか、これは減量やって、ああいう食事制限してたからこそ今がなんか幸せに感じるというか、これをね、当たり前にしちゃあかんな。この日常の大切さで、一回一回のトレーニングの大事さっていうのをね、今回のバルクアップ期間は意識してやっていかなかった。来年までに一回りも二回りもでかくしたいって思いましたね。と言いながら、この粗挽きソーセージパイを食います。去年はね、結構ね、減量終わっても鶏胸肉とかやってたけど、今回はあかんの、食いまくっとる。それがいいのか悪いのか、これ初めて。うまっ。ソーセージもしっかり味がついとって、うまいな。これ食いながら帰ります。